できないよ。見てこれ。まあだいぶ汚れてしまったのは否めないな、うん。何の声？あれ、うん？あれあれやね。プレデター。プレデターの声。あかん、どっちか死ぬな俺ら。プレデターや。どっちかって俺ら両方死ぬな。光線来るぞ。今のなんかあれ似てなかった？プレデターの。なんかあの。気をつけてよ。今の本当プレデターみたいな鳴き声やったぞ。え？何あれ？何の鳴き？文字通り山しかないからな。なんだ？逃げろ逃げろ。今まで山の中で。うん。え、今まであんな鳴き声聞いたことある？ないですな。この6年近くやってきて。何や今の？プレデターやねやっぱ。この山にプレデターが住んでる？心霊スポットどころじゃなくなるのよ。生皮剥がされちゃうのよ。やべえな俺。上から首吊りの輪っか落ちてこん。ワイヤーフックでヒュイッと。おう。皮剥がれるぞ俺。あかん。今の何あのカカ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 っていうの。絶対プレデターないとる音だよね。ほらほらほら。ああ今のプレデターや。プレデターだよ。入ってるかな。動物？鳥系？鳥？鳥であんな鳴き声するってどんな鳥？ほらやっぱプレデターやね。だったら逃げなきゃって。何の鳴き声？ここコケコッコ？え、なんだろう、わかんないな。大丈夫、多分視聴者が鳥ですって教えてくれるから。何鳥やろ、あれ。ウグイスの鳴き声の真似、あの、あれかな、練習かな。邪悪なウグイス、俺が。コケギョってなったら、ホウホウケギョになるんじゃない。ほら、プレデターやと。近づいてきてない、大丈夫。よし、逃げるぞ。近づいてきてるよね。よし、逃げるぞ、急げ。なんか勝てそうな気がする。やめなさい。夜になると変な人が来るからじゃないかな。なんか来るのか。まあ入れるしな。来ちゃは来ちゃダメ。あ、プレデターがいよいよ近い。ねえ、プレデターが近づいてきたね。あれ何やろ。なんでしょうな。この辺ぐらいから声がするけど。クソが、プレーターの撮影に来たんじゃねえんだ。ペリカン？ペリカン、おらんでしょ、こんなところに。ていうか、ペリカンってグワッグワッてアヒルタイプの声じゃないのかい。ペリカンってあんな風じゃなかんな。この山の中にペリカンいらっしゃるかな。なんやろ、あんな鳴き声ってなんやろ。思い出すんですよ、アヒル？人工物でなんか擦れてるような音。いや、違うだろう。だよね、俺もそう思う。あの無機質な音じゃないからさ。やっぱプレデターじゃね。人類が駆逐される日も近い。